ユニフェース 9.5 新機能の紹介パート1 JavaScript API のご紹介。まず JavaScript API とはユニフェース 9.5 から実装された新機能です。 DSP ダイナミックサーバーページの機能追加にあたります。この機能追加はお客様のニーズを受けて登場しております。ユニフェース内に JavaScript を容易に実装することができます。DSP 内のフィールド値を取得もしくはセットすることができます。JavaScript の親和性を向上。最近話題の Google マップなどの画面といいますか、 Google の機能とインテグレーションを容易にすることが可能になっております。 JavaScript API、 これによってクライアントサイドの処理の実行を実現しています。ブラウザー上での実行、要はユニフェース上に記載されたロジック、新しい JavaScript API を利用してブラウザサイドで処理を動かすことができます。利点としましては、コードの管理はユニフェースリポジトリ内に格納されています。ですのでバラバラになってどこに行ったかなという心配するようなことがなくなります。続いてブラウザ内でのブラウザ内でユニフェース記述のトリガー部分を動かすことができます。これもユニフェース内に記述したトリガーをクライアントで実行することができます。要はクライアントからクライアントの処理ロジックを動かすということができます。それに伴いウェブサーバーへの負荷が非常に減ります。ゆえにレスポンス、これが大幅に向上されるようになります。じゃあ具体的にどのようなパターンになるのかというところを見ていきましょう。ダイナミックサーバーページが登場した 9.4 の時点では、プレゼンテーションレイヤーとビジネスロジックレイヤー、これが直接ダイナミックウェブという形でインテグレーションされていました。これが今回の JavaScript API の登場により、サーバーサイドはビジネスロジック、ブラウザー内で動かせるものを今回の JavaScript API を使って構築するという、構築の仕方が可能になってきます。要はビジネスロジックイコールブロックコードで記述、プレゼンテーションレイヤーというのは JavaScript でクライアントサイドで動かすロジックを記述という形を取ることができます。では続いて JavaScript API を利用したデモをご覧いただきましょう。ユニフェース 9.4 の機能で作成したタブアプリケーションを JavaScript API を利用したアプリケーションに変更していきます。それに伴って実際発生するリクエストとリクエストの状態がどのように変わるのかを別のツールを使ってご覧いただきます。ではご覧ください。ではデモをご覧いただきましょう。まず最初に今回利用するプログラムの説明をいたします。タブ形式のプログラムになっています。それぞれのタブを押すと表示される内容を変えるという仕組みのアプリケーションです。続いて実際のデータが流れているところを見るようにしましょう。パロスというソフトを使って実際サーバー、クライアント間に発生しているデータを見ていきます。はじめに読み込みをするとデータがクライアント側にやってきます。続いてタブを押すと、それぞれサーバーに一度リクエストが上がり、レスポンスが返ってきているという形になっています。タブ3でも同様のことが発生します。
続いてプログラムを修正していきましょう。まずこれが通常のユニフェースのプロックで書かれた内容です。パブリックウェブで指定され、その中でそれぞれプロパティをセットしています。タブ1が押されたときには、タブ1の内容を表示し、それ以外を非表示にしております。タブ2も同様に、今度はタブ2が押された際にタブ2の内容を表示し、それ以外の内容を非表示にしています。3も同様です。では、これをコメントアウトします。JavaScript で記述されたコードを追加します。まずトリガーが Web トリガーという形に変わります。そして続いてパブリックウェブはなくて JavaScript という命令を記載します。それから、最後のエンド JavaScript の部分まで全て JavaScript API を記述するという形になります。この部分、セットプロパティを使ってプロパティをセットしております。それは先ほどのプロックコードと同様の仕組みを利用しております。では、コンパイルしてテストをしていきましょう。画面を切り替えます。再読み込みを行います。一番最後の行に来て、まず最初にタブ2を押します。これは何もいじっておりませんので、以前と同様にトラフィックが発生します。続いてセット1、タブ1を押します。こちらはトラフィックが発生しておりません。試しにセット3も押すと、これはやはりトラフィックが発生するという状態になります。では続いて全ての処理をトラフィックが発生しない状態に変更していきます。このロジックと同じものをタブ2に、タブ3それぞれに入れても良いのですが、今回はあえてオペレーションを利用して記述を書いています。今までの場合であればオペレーションだったのですが、JavaScript を記載するということで Web オペレーションという名前にしております。そしてパラメータを受け取る設定を入れて、さらには先ほどと同様にエンティティネームを決める。そしてそれぞれの値をセットする。1,2,3 はそれぞれタブ1から来たとき、タブ2から来たというふうに設定を入れていきます。そしてタブ1のコードも記述を変えます。今回も同様 Web トリガーを利用して JavaScript でアクティベートということでセットタブ1、セットタブのパラメータ1を呼ぶという形になります。タブにも同様に変更していきます。まずコメントアウトにして、ウェブトリガーの記述を入れます。今度の違い点はセットタブとパラメータを2にしているというところです。続いてタブ3も同様に変更していきます。値が3に変わっています。この状態でコンパイルをします。そして先ほどと同様にテストを行います。再読み込みをして、
実際のデータが来ているのを確認します。タブ2、タブ3押しますが、タブ1も一緒に押しますが、どれを押したとしても、そしてさらに見ていくと、一番最初に返されたレスポンスの中に JavaScript のレスポンスがあります。この JavaScript が実際のクライアントがサイドで動く JavaScript になります。いかがでしたか。レスポンス、要はトラフィックの量が減っているのが明確に分かったと思います。これを利用してクライアントサイドとサーバーサイドを切り分けたアプリケーション開発をぜひしていただければと思います。ありがとうございました。